この、まあ、写真なんですけども、私の実家をですね、まあ、まあ、竹やりなのかな、まあ、完全に戦争教育の一環として、まあ、なんか訓練を受けているような写真が出てきたんですね。それでまあ写真というものの見方っていうのは個人個人に違いますし、見るシチュエーション場所とかによっても見え方が変わってくるんではないかなっていうことをちょっと今日の授業では検証していきたいな、いろんな見方でこの写真を見ていきましょう。はい。それは何をやってるところなの？銃剣催しだよね、うん、形が完全にね、なんか昔の運動会って感じ。運動会っていうイメージもあるよね。なんか運動会 だけどその戦争の要素を取り込んだ感じの運動会。一つ提案なんですけども、1階まで階段で駆け下りてて、またすごい勢いで上がってきた時にこれをパッと見る。いや、それはしんどいでしょ。それをちょっと僕やりたいんですよ、授業の一環で。え、まず、はい、まずじゃ階段降りて見るところ。そうですね、向かいです。降りて上がってきてパッと見た時のまあ、印象だったりどう見えたかっていうのを言ってもらう。わかりました。はい、よーい、スタート。全力ですよ。お茶飲みてーとか、あとはなんだ、あ、確かにそう、お茶だね。お茶ですよ。お茶じゃん。お茶飲みてーなとか、僕はね、やっぱ自分の息が上がってるんで、なんかこっちの人と一緒な、それは緊張感というか、こういう感じでやってるのかなみたいなね。なんかちょっと違って見えるね。違って見えますね。次はですね、まあ、写真を見ている人に対して、まあ、第三者がですね、耳元で全然関係ないことを囁いたときに、まあ、その後見え方にどういう変化があるのかっていうのを見ていきたいと思います。じゃあケイちゃん、ささやきお願いします。ローブ・オン・ド・ピース、ローブ・オン・ド・ピース、ラブ&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 ピース。はい、ありがとうございました。じゃあ、りょうちゃんどうでしたか？
まあ、戦時中の写真じゃないですか、時代的に、うん、戦前とか、うん、なんかね、もうええんちゃうかって思ったね。まあ、30秒で、はい、行きましょう。 OK、はい、お願いします。シャンプーになっちゃう。なんでもええやん。シャンプーなんて使ってんの。シャンプー。シャンプー使ってこっちに集中したいっていう気持ちはあるんですけど、そこからなんか引きずり出される感じ。なんかこの時代にさ、シャンプーって呼ばれるものがなかったじゃない、うん、なんかそのミスマッチと相まって、またそれはそれでおまじないしさ。じゃあ次はですね、 LED ライトをですね、点滅させながら、写真を減らしていくんですけども、まあ、それを30秒ぐらいまで続けますから、皆さんの感想を聞かせてください。はい、いいですか。はい、じゃあ行きますよ。はい、はい、間際のフラッシュバックみたいなものに見えてしまった。なんかその中の誰かが回想している感じ、うん、あ、うん、かっこいいんだよね、これ。かっこいいですね。かっこいいんだよ。絵としてか、絵としてなんか 3D っぽく見えない。見える。手前のあの人たちが影みたいにさ、うんうん、すごくなんか 3D っぽく見えんだけど、俺は立体感、ね、立体感ありますよね、奥行きがあるっていうかね、